ン旅手帳をご覧の皆様、こんにちは。私はナビゲーターを務めます大久保真理子です。この台湾旅手帳では台湾のさまざまな魅力をご紹介していきます。日本でもよく知られている王道の観光スポットから少しマニアックな場所まで、一緒に台湾散策の旅に出てみましょう。台湾各地の日本との関係性など、今まであまり知らなかったことが分かり、次回の台湾旅行がより一層楽しくなるかもしれませんよ。さて、今回は台湾中部の大都市台中市をご紹介します。現在の台中市は2010年に台湾省かつ台中市と台中県が合併し、台中直轄市という新しい行政区域として生まれ変わりました。この合併により台中市は台湾海峡の沿海地域から中央山脈まで様々な地形を含む大型行政区域となり、その人口は280万人を超えています。高速鉄道を使うと台北からおよそ45分、高雄から50分とまさしく台湾の中部に位置している台中。そんな街の魅力に迫っていきましょう。ご覧ください。まず最初に台中市清水区台江系川口の神戸湿地に行きましょう。近年インターネットの発達により神戸湿地の美しい夜景の風景がインターネットで拡散し、この神戸湿地はカップルのデートスポットや休日に家族全員で訪れる戸外活動の場所となりました。神戸湿地は北は台江系川口に面し、南は清水放水路と接する約300ヘクタールの土地です。神戸湿地は清水地区のほとんどの家庭から出る有機排水が流入する場所でもあります。こうした有機物は低生成物の栄養となってきました。また神戸湿地は潮汐水路、湿地植物、砂地、砂利、そして泥など多様性に富む生息環境が種類が豊富で数が多い低生成物を育ててきたのです。台湾で一番繁殖しているイセウキヤガラは非常に珍しい生態系を観察することができます。神戸サイクリングロードは清水放水路の堤防から神戸湿地に続いています。南は金海峡から北は神戸堤防防水道路まで 3.3km に及びます。サイクリングロードは清水排水路や神戸湿地に隣接しており、神戸湿地を俯瞰できるほか、バードウォッチングや夕日を楽しめる場所になっています。神戸湿地は訪れる観光客が大自然の生態環境に近づける場所なのです。300メートルに及ぶ S 字型の船道が海に向かって設置されています。観光客の安全のため、神戸湿地の潮の満ち引きに合わせて船道を開放したり閉鎖したりしています。船道が閉鎖される時間は満潮前の2時間ほどで、専門のスタッフにより管理されています。そこでこの場所を訪れる際には、あらかじめ神戸湿地の潮の満ち引きの時刻を調べておくことをお勧めします。神戸湿地の乾いた土地と湿地の混ざり合う川口付近は、多くの鳥類や魚類、甲殻類やその他
無脊椎生物の繁殖に適した土地です。ここコービシッチの潮汐水路部は回遊魚類の生息や孵化に適しており、潮の流れが穏やかな水域は魚が成長するのに適しており、沼地はトピ、ハゼ、オサガニなどが共存しています。砂地では米付きガニが誰にも邪魔されることなく歩き回っています。川口では白線塩招きやマダラ塩招きが悠々と暮らしています。コービシッチは生態系の宝庫であるほか、水量の調整を行う場所でもあります。洪水発生時にはまずその水を吸収し徐々に放出することで、付近の住民の安全に貢献しているだけでなく、地下水や土壌の塩化を防ぎ、洪水や土壌の流出などの災害から守る貴重な自然資源と言えるでしょう。台中市和平区にある離山風景区は、中部王冠航路の中で最も早く開発され、また同時に現在でも一番観光客の多い風景区です。離山で有名な果物だけではなく、その山国の風景もよく知られており、天然の峡谷、滝、山岳、ダム、そして農業風景の景観を楽しめます。離山は標高2000メートル近い高山地帯にあり、夏は避暑地、冬は雪景色を楽しめる景勝地です。離山にはもともとはタイヤル族の人々が集落を作っていました。中部王冠航路完成後は、東西方向の道路に宜蘭支線が交差する場所として、また野菜や果物の産地となりました。それらに本来の果物、梨、桃、リンゴ、および高山地帯の野菜が含まれます。また毎年1月から4月までは花の季節として多くの観光客を引きつけています。台中地区で最も人気のあるスポットがレインボービレッジの名前で知られている最高謙遜でしょう。このレインボービレッジは台中市南東区にあり、市街地からそう遠くない場所にあります。この独特の芸術感を持つカラフルな家が並ぶレインボービレッジは、日本のアイドルグループ NMB48 のプロモーションビデオロケ地となったことで日本でも有名になりました。この場所は台湾各地で謙遜という名前で呼ばれている住宅地域の一つです。謙遜とは第二次世界大戦後、元総統の蒋介石とともに台湾に渡ってきた軍人や公務員、官僚などが暮らすために用意された集合住宅のことです。しかし現在建築の老朽化などの問題もあり、住人も減少していき、20数年前から謙遜はマンションに建て替えられたり公園になったりしてきました。レインボービレッジにカラフルな絵を描き始めたのは高英夫という1924年生まれのおじいさんです。彼は香港出身なのですが、若い時に国民党軍に志願し台湾にやってきました。そして最終的にここ台中の春安謙遜に落ち着きました。謙遜にはそこに住む人々は平等で助け合うという文化があります。しかしながら時が進むと、独身で年老いた老兵が多く、住宅環境も決して立派ではなく、若い人々は外の世界で出ていき、過疎化が進むという問題が出てきました。ここ春安謙遜も例外ではなく、3家族が暮らすのみとなり、台中市の土地再開発により間もなく取り壊される運命にありました。そんな中2008年、
康英夫さんが84歳にして突如ペンキを取り、家の壁に絵を描き始めたんです。退屈だったという理由で絵を習ったこともない康おじいさんは、気の向くままに人物、動物、そして鳥、乗り物、そしてパンダ、また中国語のおめでたい言葉などを、風刺などを描き続けていきました。こうして家から壁、また隣の家と次々におじいさんの絵で埋め尽くされていき、評判を聞いて現れた観光客たちはSNS で発信し、一気に拡散していきました。そのユニークに彩られた村を目にした観光客は、この場所を再開発から守ろうと呼びかけ、台中市長のもとにたくさんのメールが送られてくるようになりました。そして当時の台中市長コシキョウさんは、2010年、ここは再開発区域から外して芸術公園とするという決定を下したんだそうです。そして各国のテレビ局などでも報道された結果、2017年には200万人の観光客が訪れる台中きってのスポットとなったそうです。インスタ映えスポット、世界の秘密の奇跡など、世界中の旅行ガイドブックで紹介されているこのレインボービレッジ、その不思議な世界観に癒される観光客も多い場所なので、ぜひ皆さんも訪れてみてください。台中市和英区にある大雪山国立森林遊楽区は、かつては鞍馬山森林遊楽区と呼ばれていました。林務局に新しく整理管理された後に大雪山国立森林遊楽区と名付けられ、民国74年、すなわち1985年に一般開放されました。大雪山国立森林遊楽区は海抜2000メートル以上の高山地帯に位置しています。その面積は1104ヘクタールに及び、将来山、船形山、鞍馬山、小雪山、中雪、大雪山などの高山を有しています。大雪山国立森林遊楽区の大自然の風景には、雪山神木、小雪山天地、原始林などがあります。また鞍馬山森林遊歩道や将来山、小雪山、中雪山、大雪山などの登山歩道も作られています。大雪山国立森林遊楽区は、以前は台湾中部地区の重要な森林伐採地でした。森林の種類は豊富で、暖帯、温暖、寒帯の3種の森林があります。そして完全な高山樹林の層を有しており、台湾ツガ、ヒノキの林など、他ブナ科の植物をもとする暖帯の広葉樹林など、独特の生態層を持っています。春は大雪山が生まれ育つ季節です。大雪山林道や森林区内の多くの歩道では、春の花が咲き開き、大雪山での花を楽しめる一番の季節になっています。夏の大雪山は気候が涼しく、中部地区で有名な避暑地となります。大雪山国立森林遊楽区の最も奥になる天地は、面積1ヘクタールにも満たない自然の湖で、台湾で数少ない高山湖の一つです。その風景を楽しむためには、午前中に訪れなければなりません。午後になると周囲は霧に覆われるため、運を天に任せることになります。天地の持つ風景の素晴らしさは、ここに来なければ大雪山
国立森林遊楽区に行ったとは言えないと言われるほどです。豊原から東西に向かう途中にある石岡ダムは民国63年1974年に台湾人自ら設計施工を行い完成したダムです。当初は太閤系の堰堤とされ長さは700メートルに及びます。これは太閤系をせき止めて作られた最初のダムで、台中市民の生活用水や工業用水の水源とされています。遠くから見ても近くから見てもその姿は草原かつ巨大なものです。ダムの上方の貯水池は湖を呈しており、毎年雨季になると両岸の緑の山々が湖水に映り、人々の心を打つ景色となります。堰堤の下流部の岩石が分布している渓流の様子も美しい景色です。石岡ダム周辺には豊富な林が残る景色が広がります。日中に林や水田などでシロサギやミヤマテッケイなどの鳥類が見られる場所は非常に珍しく、ここは中部地区で絶好のバードウォッチングポイントとなっています。民国88年1999年9月21日に発生した収集大地震では、石岡ダム周辺の土地が隆起横滑りを起こし、石岡ダムの堤防、水面、そして引水路などが大きく毀損しました。そして引水や貯水などの高能設備が大きく破損したことにより、中部地区の給水に大きな打撃を与えました。水利社や中部水資源局の協力のもと緊急補修が行われ、2001年末には新たに魚道を設ける工事も完成しました。これにより石岡ダムは地震後に新たな姿を現したのです。台中市和平区の七川県沿いにある武陵農場は国宝魚である台湾マスの故郷です。ここは梨、リンゴ、桃および高山地帯の野菜や高山茶などを生産する高山農場として知られています。武陵農場は季節ごとに異なる風景を見せ、果物の香り、野菜の香り、新鮮な空気などはまるで桃源郷にいるような気分にさせてくれます。近年では山々のもみじが非常に魅力的なことから、九寨溝という美名でも呼ばれるようになりました。毎年2、3月になると1万7000株の桜の木が花を咲かせ、多くの観光客が花見に訪れることから、全国でも知られる花見の聖地となっています。春、夏、秋、冬問わず武陵農場を訪れることは忘れがたい思い出になることでしょう。桜のあらゆる姿を堪能しましょう。朝露に濡れる桜、青い空の下での桜、風に舞う桜吹雪、私たちはこれらの素敵な姿に驚かされるばかりです。台中市はその面積が広く、山岳地帯には高い山々がたくさんあります。
台湾で2番目に高い標高3886メートルの雪山も台中市と苗栗県の県境に位置しています。雪山は日本時代には当時新高山と呼ばれていた台湾最高峰3952メートルの玉山の次に高いことから次高山と呼ばれていました。さてこのような山間部を多く領域内に持つ台中市ですが、その中でも温泉地として有名なのが国間温泉です。国間温泉は台湾の先住民族タイヤル族の人々が生活する集落にあり、古くから温泉が知られていました。そして日本時代には湯治場として整備が進められ、当時は明治温泉と名付けられました。戦後には台湾の東西を結ぶ中部横貫航路が開通し、台中花蓮間の交通の要所としてにぎわいました。しかし1999年9月21日の大地震で大きな被害を受け、道路も中断してしまいました。当時集落も大きな被害を受けましたが、その後復旧作業が進み、現在では台中側から比較的気軽に訪れることができる観光地として立ち直ったのです。台中から国間温泉に向かう途中に台湾電力の水力発電所があります。台湾の水力発電所ではなぜかアイスキャンディーの販売所が併設されていることが多いんです。それは水力発電用のダムの建設に際してコンクリートを作るための冷却用の氷が大量に必要なため、精製機が現場に運ばれたことに由来しています。建設後その役目を終えた精製機によりアイスキャンディーを作り販売が始まったとか。そしてダムを建設する場所は山間部に位置していることが多く、対して水質がいいこともその理由の一つだと言われています。ここ白麗太閤系発電所販売部で売られている蜂蜜新潟頭皮アイスキャンディーはここだけの絶品だそうです。バニラの香りと青汁のような青臭さ、そして蜂蜜で中和されたいかにも健康なスイーツといった感じで、絶対に試す価値がありますよ。国間温泉は標高800メートルほどの山間部にあり、タイヤル族の集落にある温泉地らしく、タイヤル料理も味わうことができます。そして温泉地の南側はかつて日本時代は八仙山の林業事業部が置かれ、その従業員たちが暮らしていたので、そういった集落には和式建築などが現在でも残されています。山間部の小さな村に立つ古い和式建築を見ると、ここが外国であることを忘れてしまうような不思議な感覚に陥ります。この国間温泉ですが、なんと日本の星野リゾートが宿泊施設を建設営業もしています。星野リゾートといえば日本でも名だたる高級リゾートホテルを経営している会社ですが、台中国間の星野屋はバリ島に続いて2番目になる海外星野屋ということで非常に注目を集めています。国間温泉は台中市街地から車で 1.5 時間とやや距離はありますが、ぜひ押さえておきたい場所の一つです。北区観前路にある国立自然科学博物館植物園は、国立自然科学博物館附属の植物園で1999年に完成しました。台湾最大の温帯雨林温室と、温室の前にある巨大な高等キスターゲハの模型は植物園の2大ランドマークになっています。植物園は科学博物館の後方にあり、4.5 ヘクタールの敷地面積を持っています。ここに集められている750種類の植物は全て台湾で自生している植物です。園内は熱帯雨林温室と屋外の台湾各地
低海抜地域の植物生態展示エリアの2つに分かれています。そして同時に様々なテーマに合わせた特別展示室があります。熱帯雨林温室の前で際立っている蝶の模型や目の前に広がる池などは都会の喧騒の中での静けさを感じさせてくれます。都会で暮らす台湾の人々にとって植物公園を参観することは子供の頃の記憶を思い出させるのです。植物園内には植物に関する研究を展示しているエリアもあります。それはハーブ園も含まれます。植物園の屋外展示エリアは8つの展示エリアがあります。すなわちサンゴ礁の隆起生態エリア、卵礁生態エリア、海岸林生態エリア、台東蘇鉄生態エリア、北部低海抜生態エリア、中部低海抜生態エリア、南部低海抜生態エリア、および季節風生態エリアの8つで800種類を超える植物が植えられています。熱帯雨林温室は塔の形をしており、中華風の特殊ガラスで作られた温室です。温室の高さは40メートルあり、中では様々な植物を見ることができます。熱帯雨林を模した環境で高い樹木や海岸雨林、雨林の地床、低地熱帯雨林など400種類以上が植栽されています。台中市新社区にあるサミットリゾートは台港風景区内にある近年台中に作られたスポットです。ここは海抜500メートルから860メートルにあり、1年の平均気温は23度前後で非常に生活に適している場所です。このようないい気候のサミットリゾートは多くの人々が休日に観光に来る場所となっています。広い面積を持つサミットリゾートは台中市の太平区と北屯区の境目である山の臨線を登ったところにあります。そしてこの緑の花園は台中の灰という美名でも呼ばれています。新社サミットリゾートは多くの人々が台中に旅行に来る際、心身ともにリラックスするために訪れるスポットなのです。台湾の夜市の中でも特に有名な芳香夜市は、かつては文化の夜市と呼ばれており、台中市西屯区に位置しています。芳香大学周囲の大型商業地区にあるこの夜市は文化路、複製路を中心としています。文化路を進んでいけば芳香夜市にたどり着けます。ここは台湾最大規模を誇る夜市です。交通部観光局による2010年特色のある夜市選抜活動の中で、芳香夜市は革新的で多くの種類を誇る美食により、キール、陽光夜市とともに台湾で最も美食を提供する夜市に選ばれました。芳香大学の統計によれば、芳香夜市を訪れる人々は平日で1日約3万人、休日では10万人を数えるそうです。金曜日からの3連休ではさらに周囲は渋滞により交通麻痺を起こします。しかしながら近年は消費者の傾向が変わり、不景気も加わって消費が冷え込み、
東京夜市も大きな影響を受けるようになりました。かつてこの場所は台中市でも郊外に分類されていました。しかし1963年に東京工商学院、すなわち現在の東京大学が台中市の北東区からこの西東区に移転し、2万人の学生がこの地にやってきたことにより、学校の周辺の文化路が文化路夜市として発展したのです。ここは高速道路の中高インターや海岸バイパス、無法線の近くに交通の便がいいことから、多くの他の地域からの観光客が訪れ、文化路夜市の規模もどんどん大きくなり、現在の東京商業エリアに発展し、多くの人が台中に旅行する際、必ず訪れるスポットになったのです。115年の歴史を持っているのは、1903年10月28日に完成した台中公園です。その中の湖に立っている2つの東屋、御神邸は、昔の台湾を今に伝える建築様式で、歴史の移り変わりを感じさせるものです。台中公園は10ヘクタールの面積を持つ、台中市の中心に位置する市内を代表する場所です。この公園は作られて以来、台中市民に愛され、休日には家族で出かける場所となってきました。現在は台中市により史跡に指定されており、宝台山および台湾浮上遺跡、望月亭などの非常に高い歴史的価値を持っています。公園内の美しい日月湖では、ボートのレンタルも行っており、湖の上にボートで出れば、そのロマンチックな気分で夫婦の愛情はより深まることでしょう。たとえ長年連れ添った夫婦でも、ここでは結婚当時のロマンスを思い出し、二人の感情はより固くなること間違いなしです。湖の中央にある御神邸は、赤い屋根に白い壁と、外観は編み傘に似ており、洋の東西を融合した建築様式となっています。台中市の市章では、この御神邸がデザインに採用されています。このように台中公園では、台中市民の思いが込められています。ぜひ機会を見つけて、家族でこの素晴らしい場所を訪れてみてください。台中市街地にも見どころがたくさんあります。 VTR で紹介された方向夜市と並んで、若者が集まるのが一中街と呼ばれる商業地区で、ここにもたくさんの若者向けの店や飲食店が集まり、学生の街として有名な場所です。一中とは台中第一高級中学のことで、台湾で1・2を争う進学校なんだそうです。創立は日本時代の1915年ですが、当時の日本による同化教育を懸念した事業家の林慶道氏などが設立した台湾国立台中中学校がその前身であり、台湾を中心とした台湾の教育主権の象徴ともいえる歴史ある学校なんです。そして一中街周囲には多くの有名大学もあり、
終日学生でにぎわう街となりました。一中街には宮原別邸という歴史的建築物もあります。1929年に作られた宮原別邸はバロック形式の洋館で、戦後長らく台中市長公邸として使われてきましたが、文化資産に登録され、現在はレストランや高年齢者福祉施設として使用されています。そして宮原別邸に住んでいた宮原武熊氏が台中市街地に開業したのが宮原眼科です。宮原眼科は台中市街地で最も観光客の間で有名な場所として知られているところです。1927年に作られたレンガ造りの西洋式の建物は、現在パイナップルケーキの有名店日の出グループのお店となっています。西洋風の雰囲気あふれるお店の中では、有名なパイナップルケーキやチョコレート、そしてアイスクリームの販売を行っており、常に多くの観光客の方でにぎわっています。2015年には台湾国内ランキングの都市部の夜景、食べないと後悔するネット投票厳選10大アイスクリームでランクインしており、その歴史を感じさせる外観と伴って台中を代表する場所になっているんだそうです。郡から山岐に向かう線道13号線沿いに中社観光花市があります。敷地面積は6ヘクタールに及ぶ非常に珍しい大型観光花農場です。ここは地理的にも特殊で花の天国ともいえる場所を作り出しました。非常に平凡な場所を美しい色彩を伴う場所へと変えたのです。園内にはさまざまな花を鑑賞できるエリア、育苗栽培エリア、花の盆栽エリア、四季の花の海エリア、蓮畑、いちご園、バーベキューエリアなどがあります。そして学校の課外活動、子どもの花植え、草花の DIY 教室などの機会を通して、子どもたちはその美しい花の世界を体験することができるのです。郡を訪れる際には中社観光ガーデン農場を訪れ、花々と触れ合ってみてください。ここでは一年を通してさまざまな花が咲くため、どのシーズンでも美しい花の海を鑑賞できます。こうして花畑を歩きながら郡の文化や風景を楽しんだり、郡の花でロマンチックな気分に浸ることができるでしょう。旧正月の時期には数十万に及ぶカラフルなチューリップが咲き、皆さんに忘れがたい美しさを見せてくれます。4月が訪れると百合の花が咲く季節となります。ガーデン内の百合畑やカラフルなお花畑が輝きを放ちます。よく見られるカサブランカ、鬼百合、姫百合はもちろん、姫百合の中でも非常によく見かけるオレンジや黄色の姫百合のほか、中社観光ガーデン農場では特別な
他では見られないヒメユリも植えられています。白、ピンク、桃色、赤など様々な色のユリの花がカラフルなお花畑に色を添えており、春うららな季節に中社観光ガーデン農場にて台中旅行の忘れがたいひとときを味わうことができるでしょう。日本で一世を風靡したタピオカミルクティー、そのルーツといえるお店の一つが台中に本店を持つ春水堂です。春水堂は1983年開業で、現在は台湾国内50店舗以上、日本や香港などに海外支店を持つ有名喫茶店ですが、もともとはタピオカにミルクティーを入れたものは店員や常連に提供するだけでした。それが口コミなどでどんどん広がり、1987年に正式にメニューに採用され、一般販売を始めたんです。また1973年、慶光街で学生たちにフライドチキンを提供するため創業したジーゴアンシャンシャンジーも、今や台湾で40店舗、世界で数百軒の店舗を持つ、台湾を代表するフライドチキンの有名店です。今や台湾各国で見ることができるリーズナブルな食を提供するお店が、学生の街台中で次々と生まれてきたということからも、この街の勢いを感じることができますよね。それでは次回もまた台湾の旅を台湾旅手帳で続けていきましょう。ナビゲーターは私、大久保真理子でした。それではまたお会いしましょう。さようなら。